皆様こんにちは。BNC、某人間チャンネルでございます。谷町線の自動放送が変わったということで、聞きに行ってきました。変わったのは年末だけどね。これはひどい。前の放送が良かったからか、この放送がひどく思えます。特に英語の放送、外国の方には伝わらないと思います。続いて、声優さんの自動放送をお聞きいただき、この動画を終わりたいと思います。なぜか録音したのは男性の放送ですが。ここまでご視聴ありがとうございました。でも会いたいあなたと。